焼き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな。うちそれを先に言え。なめてんのかこのガキ。おいこいつ剣持ってるぞ。やれやれ困ったお客さんだな。片付けろ。たりーな。俺に何の用だよ。豚が喋ってる。いちいち驚くの。これだから田舎者は。ホーク床掃除頼む。めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たくもうちっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい。ここの残飯最高。七つの大罪。おう若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら7つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。お前誰だ。この子が7つの大罪。ありがとうございます。ここは私はなぜふらーっと店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだお前。店？豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん？おかしいか？いえその背中の剣が見えたものですから。ああこれか。ビビった？つかだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あシャネル豚さんだ。フォークだぞよろしくな。そうだ腹減ってないか。よけりゃ食わしてやるよ。フォークじゃねえフォーク。していただいた上に、食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前に、まず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだろ。はい。やっぱり。でも、すごく、美味しい。なあ、お前、あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた、生きてるか死んでるかもわかんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けろ！村人からの通告があった。おい！出てこい！呼んだか？なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか？このサビの騎士放行！この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ。なんと俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。ガッキー、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。有鬼さん、裏から女が逃げました。何？急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビの騎士だ。おい！